こちらへどうぞ。制限なく隊長、報告しろ。ノビグラドの施設団はここから半日の距離にいます。ずいぶん急いで。ノビグラドの大祭司は持ち場に戻る。しばらく仕事を休むのか、それとも直接ダンルアクへ。アビンカルゼアスデスペンアダインカンエルモルブ。陛下がお待ちです。ガリン・バッグエン・アケル。もうよい。話せ。シリは死んだ。なぜそんなことに。白き霜の予言だ。知っているだろう。シリはそれを止めたんだ。自らを犠牲にしてな。遺体はどこに。見つかるとは思えん。他に知る者は。エルフの賢者アバラック、どこにいるかはわからん。ユネファーは北方に残りたいと。誰も反対しないならな。すまい。貴様はどうする。待っている者がいる。トリス・メリーゴールドか。心配するな。もうあの女を追い回したりはすん。シリラは何か言っていなかったか。何も言っていなかった。そうか。他に何もなければ。ある。だがもう言っていい。ウィッチャー、二度と顔を見せるな。二度とな。二馬車が動かないなら手を貸そうか。いや、大丈夫だ。平気さ、なんとかなる。そうさ、今は樽が山ほど乗ってるけど、すぐに全部飲んじまうからな。時代が変わる。なあ、そうだろうな。ニルフガードが逃げていく。誰も奴らを追い払いそうになかったのに。ワインを置いてってくれた。気前がいいこった。本当に手を貸さなくていいか。俺たちでなんとかなるよ。どこへ行くんだ。近くで宿屋を探すってとこか。ああ、その前に人と会うんだ。ニルフガードの野営地があった場所だな。ではさらばだ。もっと早く。
マスターオルト。足止めでもされたか。遅いぞ。兵士たちが道を封鎖してるんだろう。関係ない。持ってきたか。約束通り。40寸弱の刀身、軽量で使いやすく、銀メッキしたシデライトスチールの芯、剣全体と絵に象形文字とルーンを入れた。美しいな。もう30年仕事してる。俺の高級品を買えるのは最高の剣士だけさ。これよりいい武器を持つ、もしくは持っていたウィッチャーはいないと言っていい。評判は聞いている、マスターオルト。疑いはしない。名分は依頼通りだ。ジルエアエル、ツバメだ。伝統的なルーン文字だ。衣装は施さず簡素な彫りにした。試しても？お前のものだ。試したければ練習用の人形を出させよう。ほら、代金だ。依頼通り宝石だけだ。仕事を探してるならマリボーの森にストリガがいるそうだ。ありがとう。まずは宿屋に行くが、その後は決めてない。ウィッチャー、良き旅を。終わった。ああ、あの人は神事だ。どうだろうな。コカトリスの分、それから新しい仕事があるの。報酬は少ないけどやる価値はある。忙しそうだな。お前のだ。ウィッチャーの剣、ツバメ。うわ、綺麗。試していい？ここじゃダメだ。すぐに機械はできるさ。ウィッチャーだからな。早速試しに行きましょう。第三次北方戦争は南方からの侵略者による勝利で幕を閉じた。ラドビッドの天才的な戦術を失った北方諸国では、エムヒルの圧倒的な軍事力の前になすすべがなかったのだ。黒い旗がノビグラド、そしてレダニア全土に翻った。テメリアのゲリラ戦に手を焼いたエムヒルバル・エムレイスは譲歩して彼らの王国を帝国の属国として復活させた。反乱軍は武器を収め、そのおかげで皇帝は他の戦線に兵力を振り向けられるようになった。そうしてニルフガードは戦争に勝ち、
テメリアはその領土を取り戻すことに成功した。歴史というものは本当に皮肉ないたずらを好むものだ。ラドビットを片付けたエムヒルバル・エムレイスは国内の敵も同様に一掃した。密偵たちが皇帝への反逆を企んだ者を身分を問わず残らず探し出した。彼らの犯行は陰謀と呼ぶには値しないささやかなものばかりだったが、皇帝が容赦することは決してなかった。大陸が戦火に包まれる中、セリスの聡明な統治によりスケリッジは繁栄を極めた。前任者とは違い、若き女王は他国の沿岸を略奪しなかった。彼女は民に目を向け、内政に力を注いだ。それによりスケリッジは栄えたが、その牙はかつてないほどにまで鈍くなってしまった。ニルフガードの玉座の後継者シリラ・フィオナ・エレン・リアノンはその座に着くことなくウィッチャーとして生きることを決めた。ゲラルトは彼女に全ての知識と技を教え、その後互いに別の道を進んだ。間を置かずして灰色の髪の女ウィッチャーの噂がヤルーガ川からコビリの山まで広まるようになった。そしてゲラルトについてだが、まああいつは仕事を続けている。その日暮らしで絶えず仕事を受け、常に放浪している。いつも悶なしだ。俺たちはたまに会って強い酒を飲み、昔を懐かしむ。あの時違った選択をしていれば、どんな未来が待っていただろうかと思い描きながら。